皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのシャーです。ワールドラバーマーケットのバネです。今回はドライブの練習方法30選、はい、というわけでよろしくお願いします。はい、お願いします。やってもらいます。30個もやるんですか。30個もやる。わかりました。はい。で最後問題出す。問題？うん。この練習をやってみて、俺の明確な意図を感じ取れるかどうか。わかりました。超難しいよ。もう問題文が、考えとこう。そう、何をこいつはやらせてるんだと。だからこれを見た上での、これをやった上での感想文みたいな。そう。一言で。オッケー。一言で。一言で。はい。かなり一言で。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ練習メニューどんどんやっていきますけれども。はい。練習メニューはこの上に書いておきます。だからどんどんやっていきましょう。で全部俺が考えたやつね。はい。それを今から忠実にもうただやってもらうと、ごめんなさい。ごめんなさい。ちゃうよ。何か気づいたことはありますか？気づき問題気づきはなんか後半になるにつれてめちゃくちゃむずく感じた。なんていうのかな、こう段階を踏まれていってるような気がしたかなっていう。珍しく冴えてますね。珍しく冴えてますね。よかった。いや前もって質問があったからしっかり考えた。ここに今図出しておきます。はい。図出てる状態です。はい。よく使っている卓球上達ピラミッドってやつですね。今回はドライブに焦点を当ててやりましたけれども、最初は止まった状態で上手に打てるようになりましょうということで、上回転と下回転のボールを打ちましたわな。はい、でまあその中で自分が入れるっていうことも含めつつ、まあ、打ち分けっていうこともあり、はい、で次は動くやね、はい、規則的に動いてっていうところで、バック側からフォアに動いてとか、うん、バックから、まあ、普通に回り込んでとか、うん、っていうのを上回転下回転やりましたと。はい、で次は反射やな。反射スピードの練習っていうことでどっち来るとか、短い長いとか、下回転上回転とかね、浮いてる浮いてないとかっていうのをやったと。ちょっとここら辺から実践っぽくなってるから、そうですね、パラパラミスしてした4段目は予測スピードっていうことで、まあシステム的な練習、ちょっとサーブ出して、なんかつついてとか、こちらサーブ出してレシーブしてっていう、このドライブにどうつながるかなっていうところなので、そこはもう知識の面、はい、知識の面プラス、あとはさっきやった練習をつなげる、うん、浮いたら打つとか、バックに来たら打つとか。いやなんか自分が下手なところがすげえ見えたな。見えましたか？、うん、浮いた球はもちろん弱いけど、ね、まあシステムの中でもボール結構見逃しそうなポイントがね、結構ありましたよやっぱり。わーって俺が煽ってるのにほよんって打ったりとか。そうですね、もっとカンっていけばいいのにいけるところもあったんで、うん、まあそれはどこの練習をするかっていうのは基礎力とのとか、動く能力との兼ね合いになるんですけれども、はい、結局最後は一番下やらなきゃいけないです。基礎練基礎練やっぱ基礎練。そうですね、いかに早く動いていかに強い球を打つかっていう、最後はそこなので、まあまあガネちゃんだったらガネちゃんの粒じゃあ粒だからブロック練習すればええやんっていう話もあるんやけども、そうですね、あるんだけれども相手が強くなったらミスらない。見せてくれない。もうこれは僕絶対ミスらない。そうですね、ボールが粒のボールは遅い、自分から変化がつけれない、相手のボールに依存して変化つけることになるから、自分からこうかけたボールがそんぐらいで返ってくるでしょっていうのだから、ミスは起きないです。相手が強くなればなるほど、はい、一皮むけようとしてまだまだっていうところの段階というところで、だから基礎練をやってるんです、はい、だからフットワークや動いペンドラになれっていう話の問題じゃないと、これはね難しいところなんですけど、そうです、ね、いやでもそもそもこの30戦を見るだけでも、まあ、参考になると思いますし、はい、まあ練習どの練習メニューしようかなっていうのもあるし、まあ、さっき言ったみたいに珍しく冴えてるガネは自分がどこが弱いか分かったと。そうですね、いやもうすげえ分かった。だから得意なとこをやんなくていいってわけでもないんだけども、あこれ結構致命傷やなみたいな、やっぱなんかその回り込みかバックで処理どっちでもいいよみたいに言われた時、やっぱこんなに自分動いてないんや普段からってチャンボかチャンボじゃないかだけやのに全部バック処理みたいなのがそこはやっぱ練習してきてないなってすげえ感じだし、そうだね、まああとはその今の練習の組み立ての考え方なので、あとはどうやるかっていうところ、実際のどこを自分が伸ばしていきたいのだったりもそうだし、どう足を動かせばいいのかっていうのは方法論なので教えてもらってください。誰かいや教えれるけど、だからまあどこ見ても参考になるとは思うんですけれども、まあこの練習ピラミッドを参考にして練習組み立ててもらえたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。